小池都知事の天下の愚策、飲食店にコロナ対策リーダーを下って。22日の TBS 系グッドラックで、東京都の小池百合子知事が協力金支給の条件として飲食店にコロナ対策リーダーの登録を求めたことに、落語家立川志らく進行役が、小池さんには申し訳ないが、天下の愚策じゃないですか、と首をかしげた。番組では東京都がリバウンド防止策として、飲食店に協力金支給の条件にコロナ対策リーダーの登録を求めたことを取り上げた。小池知事は、このリーダーに会話が盛り上がっている客に対し注意するなど、感染防止対策を徹底してもらうと説明している。志らく師匠は、飲食店についてただでさえお店は大変なんですよと、さらなる仕事の増加を心配し、またお店で騒いでも多分言えない。リーダーになったからといってと、リーダーが客に注意は言いづらいと指摘した。多人数の店舗ならまだしも、家内2人でやってたらただでさえ大変なのに。なんでお店側にこんなに負担を、と続けた。貴重な来店客に不快な思いをさせるような仕事をするわけがない。突飛な思いつきで言い出して、あとはやらない方が悪いみたいと決めつけるようなことはするものではない。まるで小学校のしつけのお勉強みたいで、飲食店では効果ない。小池都知事は昨年から都民や飲食店等にいろいろ要請するだけで、自身は真っ当な感染抑止策を講じていない。去年8月、虹色ステッカーの飲食店の感染対策を調査、指導すると言ったが、未だにその結果を発表していない。小池知事が昨年来やってきたことは、病床数が足りない3密は避けよう、ソーシャルディスタンスと連呼するだけだった。自分が目立つことは率先する。都民には恐怖心を煽り立てるだけだ。小池パフォーマンス露出で都の広報予算11億円をほとんど使い切ったそうだ。そして、飲食店にコロナ対策リーダーとかいうお客の監視役を置くとか言い出す。長引く抑制生活で集団ヒステリーにかかっている人々のささやかな憩いの場まで逆なでさせたいか。冷酷無残な発想におじけを振るう、知るか。お聞きいただき感謝申し上げます。